結構遠いのな、自販機な。ありがとう。全然全然。セキュー。缶コーヒーとか飲む？飲むよ。商売敵っちゃ商売敵だろ。まあな。今何店舗目？お前走ってきた。ごめんごめんごめん。3店舗目ぐらいか。2店舗だけど次そうだね3店舗。すげえな。おい、コーヒーショップのオーナーっぽいな。俺コーヒー飲んでうんなんて言ったことねえよ。結局さ、ラーメン屋もさ、カップラーメン食うだろ。ああ、そういうもんなんかな。うん、大事なんだよ。かっけえな。インスタントのカップラーメンあるだろ、カップヌードル日清の、うん、あれを食べると、あれって塩の加減が毎日っていうか毎年違うんか。そのえ、カップラーメンなの？そう。あ、その年ごとに変えてるってこと？そうそうそう、流行りのこう味があるんだと。だからラーメン屋で働いてる店主とかも俺は聞いたんだけど、あのカップラーメンを食べるようにしてるんだって。日清のね、醤油味とか あれで塩気が分かって、あれを食べてうちのラーメンもこう味を調整していくと、お客さんがそれに味が馴染んでるというか、こうそう馴染んでる、うん、それは聞いたんだよ。だから缶コーヒーもね、あるんだよ。毎年味が少し変わるんだよ。本当に？嘘。うお、うまい。変わんねえもんだな。うまいな。あ、払おうか。あ、いいいい、これいいんだよ。あのさ、そのわざわざな、まあ家近くてあれ。あ、全然いいよ。まあ俺は職場がすぐそこだから、まあでも。おお、あ、今日は早く終わったの。あ、そうそう、早く終わってさ。そうだ。え、時間は？大丈夫。もうチェック。お迎え？息子のお迎えです。学童が今ね、18時ぐらいまでしか預かってもらえないから、少ししたら行かないと。いや、それなんだよな。え？いや、ほら、2年前、結婚式来てもらったの？うん。で、結婚して、で、2年経って、俺はほら欲しいなと思ってたんだよな、子供な。おう。でもこういざ作るってなった時にさ、嫁があんまりこう乗り気じゃねえわけさ。子供、まあ、まあそのなんつうのかな、いや、なんでって聞いたらさ、やっぱですか。え、違う違う違う、いや、その逆なんだよ。え、なんつうのかな、その二人の時間が良すぎて、俺ずっと彼女いなかったの。だからこう、こんなにこう俺を愛してくれる人ってのは初めててさ、であっちもこうなんか俺の愛が伝わってるし、あっちもすげえ俺のこと好きでいてくれてんだよ。でだからもう付き合って、まあ、結婚して2年だけど付き合って3年だろ、全部で3年なんだけど、もう未だにこう毎日楽しいんだよな。あ、そのために仕事も頑張れるし、わざわざ久しぶりに会おうよって言って、あ、違う違う違う、連絡くれて、のろけに来たの。いや、そうじゃねえんだよ。そうじゃなくて、あの、何、いや、だから子供って実際どうなのかなと思ってさ。お前のとこ今いくつ？今6だな。6歳っつうと、なんだ、小1。で、だからその俺は欲しいんだけど、その嫁さんの意見も分かるんだよ。で、俺も実際確かに2人でいる時間ってのも好きだし、もっともっといろんなところに旅行行ったりもしたいし、で、その嫁さんの心配事としてはほら、まあなんかすげえリアルな話になるけどさ、まあ、本当にこう万が一、まあ、万が一っつうか、まあ、あることだと思うんだけどさ、こう本当に健康有料児っつうのもあれだけど、まあなんかあるかもしんないわけじゃん。そうだな、うん、いろいろある。ってなった時にこう、そこの自信みたいなとこがさ、こう持てないらしくてさ、それもすげえわかんない。俺もそこの覚悟までしてなかったし、やっぱあっちの方がすげえ考えてんなと思ってさ。まあそうだな。で、なんかこうこういうのをあんま職場のやつに相談するのもあれだし、年上が多いんだろ、まあ、多いし、なんかこうガサツなんだな、みんなな。ああ、それもあったよ。あんまそのプライベートなことも言いすぎるとすぐ広まるから。
ね、だからどうせだったらと思ってさ、わざわざ来てもらったわけよ。うん、いや、どうなんかなと思ってさ。まあ、俺らは、まあできちゃった子まではいかないけど、まあ結婚してすぐ割とできたから。ああ、なんかもう考える間もなくこう、できちゃった感じか。そうだな。そういう思い切りみたいなのかな。思い切りっていうか、まあ思い切りっていうか、まあ、若かったから、そうだよな。俺らも、うん、こう、別にそれが悪いわけじゃねえけどさ、その、うん、要は変に深く考えすぎる必要もなかったっつうかさ、うん、そういう感じだろ。まあだから、うちはもう奥さんに全部任しっきりで。まあ、さ、頭上がんねえな、お前な。無理だ、子育ては。え、なかなか。いや、今日だってお迎え行くんだろ。いや、行くけど、それは子育てじゃないから。そうか。その、大変よ。何が？洗い物しててもよ、噛まれるわけよ、ちっちゃい頃な。噛まれる？足を噛まれんだよ。普通に。男の子だしな。いや、男というか、なんか噛むのよ。よく噛むのが好きなあいつら。犬じゃん。なんでも噛むのよ。あ、まあ、ちっちゃい頃はそうか。自分の手も口に入れるし、ちっちゃい頃はな、なんでもなんでも口に入れて。で、洗い物しててやっと歩けるって頃は、2、3歳ぐらいかな。2歳ぐらいか。洗い物してたら、ここ1回だけ思って、切り噛まれて、ちょっと歯が生えてきてる。力加減なしで。あ、で、いった、もう普通に友達にやられる感じ。てか、すっぽんに噛まれたかと思ったぐらい。あ、ちょっと血出てるというか、ぐらい痛かった時に、クッってなった。あ、もう、行きそうになったの、うん、一瞬ね、こう、いや、うまっ、こう、だ。俺らにやられる感じ、その。あ、本当に昔ふざけ合って高校片パンで本気になっちゃうみたいな。な、そうそうそう、まってなったけど、まあ抑えたけど、それはもちろんだ。もう無理、多分イライラ、ちゃんと、でもね、ちゃんとイライラする。可愛い可愛いだけじゃねえってことだな、うん、でも不思議なもんで、そのしんどいけどさ、くれくれ、まあ、くれ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 、俺にもうちょっとこう子供をこう欲しいって、こうプレゼン嫁にできるぐらいのやつくれ。俺はどっちかって言ったら、こう自分の欲しいの背中を押してほしいんだよ。まあまあまあ、その、うん、な、うん、今は、まあ、欲しいだけじゃな、できないけど、うん、もちろん、まあな、それはそう、それはそう、でもその前にやっぱ覚悟がないと、神様からな、うん、あるけど、でもやっぱり、なんだろうな、どんなに大変でもやっぱり寝顔見たら全部リセットされるな。なるほどな、うん、俺それ嫁に対してももうそうなんだよな。そうなんだよ、その嫁の寝顔とか見てると、このミニミニバージョンが出てくると思ったら、俺すげえ欲しいんだよな。すげえ空いてんだよ、会ってみてって気持ちがあるんだよな。可愛いぞ。でもよ、その可愛いっていう時期もさ、うん、そんなにこう、ずっ、まあでもそうだね、ずっと可愛いのかな。まあ小学の低学年までは可愛いんじゃない？可愛いよな、その物体として可愛いよな、ちっちゃくてな、可愛いよ、声も高いし、走り回るし、まあ心配もあるんだけど、可愛いだろうな。でもさ、俺らぐらいになるんだぜ。なるよ。それどう？愛せそう？わからん。だってこうなるんだぜ。わからん。こうなるんだよ。でもその間も生きてるうちは、俺はずっと親でいなきゃいけないだろ。それは嫁もそうだし、うん、その間もずっと可愛いんかや、これ今のところは可愛いけど、でも多分そのうちムカつくんだろうなって感じはするよ。まあ一人の大人、人間になるわけだからな。そう、それもそうなんだよ。なんか一人の一個の人生作っちゃうって考えるとさ、怖くなる部分もあるんだよな、うん、嫁に言われてから。そいつの人生を作ってしまうという、この、わかる？このだってそいつは悩み、苦しみ、楽しみっていう、この一個のさ、宇宙を作るのと一緒だろ。そんなに悩まなくていいんじゃない？あの、うん、そんなに大変だけど、大変じゃないと思うから大丈夫よ。奥さんのことも愛してるんでしょ、まだ。大好き。わけは？しない、うん、じゃあ大丈夫。できない、持てない。大丈夫、あ、そっか。じゃあ大丈夫、大丈夫。大丈夫かな。それだけあれば
まあでもこればっかりはもう嫁のことだからな。まあ夫婦のことなんだけど、やっぱり負担がかかるのは嫁だろ。1年間ずっと交通事故に遭った後みたいな状態って聞いたことあるしさ、うん、大変よ。説得するってもんでもねえのかな、これは。俺が別に前後があるよ、すごく。そうだろ。やっぱりうちもそうだったけど、子供が生まれてから奥さんがやっぱその自分の体から生まれてきたものだから守るっていう体制に入るの、親って。自然とね、母親は特に。だからすごく厳しかった、俺に対してね。例えば「ただいま」って帰ってきて、いつもだったらハグしてるけど、一回脱いで外の服をとか。そうだな、うちの子にっていうさ。まあ一緒の子なんだけど。そうなんだけどな、出てるから。なるほどな。そう、守らなきゃっていうので。あといびきがうるさいともう絶対に怒られるし。だからもう今は別々だよ。俺今いびきも可愛いって言われてるぞ。今だけ。じゃあ俺を愛してくれる人間がいなくなるってことじゃないか。だから唯一だぞ、唯一。楽しんだらいいよ。でもたまには俺決めてるけど、その年に1回は2人でデートしようっていう。それは大事かも。いろいろなんかコツはあるかも。なんか別にコツあるけど、それは教えれるかもしれないけど、もう子供を育てるのはもう前自身だから、俺がどうこう言えるあれはないよ。まあそうか。そもそも生まれてくるだけ奇跡なんだから。まずそれ言ってみてえな。生まれてこないと。大丈夫、愛せるから。本当？愛せないわけない。本当。子供と遊んでて楽しいかな。楽しい。本当？でも疲れる。すごく疲れる。楽しめる自信がねえんだよな。楽しいよ。すっごく疲れるけど。無限です。ボール投げて取ってきて、向こうで人入れ替わってるぐらい体力は無限に。あれさ。タッチして、うん、無限じゃないっていう。だからもう疲れさす疲れさすための公園だと思ってる。公園って何であるんかなと思ったら、子供を疲れさすための場所なんだなって。そのために国がでっけえ土地を持ってるんだ。自分でも疑ったけど、意味がわからない遊びをして、じゃああっちまでタッチしてきて、タッチして走って、でここタッチして、じゃあもう一回行ってきて、タッチして、タッチするので疲れさすっていう。何してんだろうっていう。もう身になってねえじゃねえか。でも何も成し遂げねえ遊びなんだな。よく寝るのよ。そうしないと一日の体力全部使い切らないと寝ないから。でもそれが幸せってことだろ。そう思えるようになるかな。なるよ。大丈夫だ。宇宙だからな。まあでもあれかもしんねえな。もうこのこればっかりはもうなんかふわふわこういう話して、嫁となんとなくあっちがそういう気になるまで待つしかねえかもしんねえな。あとは子供服とか見たら、奥さんと。なんかそれはバレるよお前。なんかそれはお前バレるって。かわいいぞ、ま、回りくどいやり方したらすぐ分かんなからあいつ。こんなちっちゃい、わちっちゃいなとか、このイオンとか行った時にさ、今度見てみたら、ちっちゃいなこの靴下、かわいいなと。そんな芝居できねえよ俺。ちっちゃいぞって。レスは大丈夫？レスは全然ない。もうまだまだという。なんだったらもううちはしてねえぞ。まあ、俺が仕事忙しいのもあるし、これ全部家事を任しちゃってるのもあるし、本当に俺それやだな。ずっとしたいな。全然やっぱそれは子供がいるっていうので、こうまた変わった関係性の一つなのかな、それは。まあ子供がいるとね、どうしてもね、そういうことにはならないというか、なりにくいから。もう疲れて、まあ基本寝かしつけたらそのまま一緒に寝ちゃうし。そうだね。だよ。本
からほんと昔はあったけどさ、今はもう3日に1回とかしかしてない。それどっちだよ。違う、それどっちだ。嘘嘘嘘か、よかった。でも俺が今3日に1回ぐらい、月に1、2回はあるかなぐらいだ。ごめんな、なんか真剣に話聞いてたから遅れちゃってさ。全然ごめんな。そっか、いいんじゃない。まあ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 、まあ、なるほどな。アピールして。いや、作り始めてからもなかなか時間かかる人もいるから、ね、そうだよな、そうだよ、確かに切るわけじゃないから。欲しいんだったらもう貯金とかもあるだろ。ちょっとだよ、うん、だったらもういいと思うよ。あ、指輪、指輪はしてない。お前違う、仕事で。仕事でなんで外すんだよ。お前は、お前スケベだな。お前奥さんみたいなこと、同じこと言って。まあ俺もしてねえんだけど、まあ、俺はもう手作業だからしょうがねえけど、はあ、なんでそんなお前若々しいんだ。いや、これもだから仕事だから、まあ、仕事着でもあるし外に出るだろ。俺の方がいそうじゃねえか、お前。本当だ。で、なんだよ。3人ぐらいいそうだな。遅かったもんな。モテなかったからな。だからこそもうちょっと2人でいたいって気持ちもあんのよ。まあ、今は作らない人もいるし。まあそうだな。そうなんだよな。そうなんだよな。その選択肢もありだよな。結婚しなくていい時代に結婚したわけだろ。確かに、わざわざな。だったら別に子供作らなくていい時代に子供でも作ったらいいと思うし。逆にな、うん、大丈夫よ。ゾンビがいても作るんじゃないかな、俺は。ゾンビの世界だとしても今の奥さんと子供を作るんじゃないかな。どうすんだよ、俺も。まあ、保険とかは効かないだろう。効かねえ。守る。あ、ぐらいの覚悟があるってことですな。そう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 。ああ、おお。お前時々難しいな。相変わらず。まあ、そういうとこがやっぱ社長とかそういうのに向いてんだろうな。大丈夫か、時間。もうそろそろだな。今度は飲み行こうや。またみんなで集まれてる。そうだな。みんなにも聞きてえしな。次はだからもう連れてこいよ、赤子を。抱っこさせてくれよ。まあ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 。もうそろそろ行くわな。おう、ごめんな、なんか、うん、頑張って仕事。いや、でも話せてよかったよ。話しただけマシになった。そうか。おう、あ、水毒水毒悪いね、うん、じゃんけんする。久しぶりね。いいよ、最初グーじゃんけん。そうなんだよな、強いんだよ。俺が勝つんだよ、もう一回。最初グーじゃんけん。そうね、あんもんなんだ。ごめんな、なんか。ありがとうな。どうぞ。おう、頑張れよ。お前もな。作れよ、ちゃんと。試合前じゃねえか。